あたご塚古墳は栃木県下津賀郡美部町、美部港にある前方公園墳。1926年に国の史跡に指定された。周辺には牛塚古墳、車塚古墳が所在する。黒川左岸段丘端部にほぼ西面して所在し、すぐ東側を栃木街道が通る。二段築生の墳丘は墳長65メートル、公園部高さ5.5メートル。 前方部高さ6.5メートルを測り、噴球1段目を幅広く作る栃木県中央部の大型古墳特有の特徴が本古墳にも見られる。噴球の周囲は幅約20メートルの周堀と周包みがめぐり、周堀外側までの全長は100メートル近くになる。発掘調査が行われていないため内部構造は不明であるが、噴球から埴輪が採取されている。 築造時期は、埴輪や紛糾形態から六世紀中頃に位置づけられている。前方部長の愛宕神社は、六百九十四年に、三部城主の松平明家が、三部城の鬼門よけとして建立したと伝えられている。重井川と田川間に南北に伸びる三部大地には、後期以降の栃木県を代表する諸古墳が散在し、下野国部甘寺跡もこの地域に所在することから、 この地域が古墳時代後期から律令期にかけて本地域の一大勢力を担っていたことが理解される。AB 栃木県教育委員会事務局文化財課。あたご塚興墳。栃木県。2021年2月10日閲覧。AB 現地説明版 ABC 大塚初茂、小林三郎、熊野正也編。日本古墳大辞典東京堂。出版。 1989年23から24ページありがとうございます。